はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、名古屋鶴舞にございますラーメン推し鶴舞店さんにお邪魔しております。先日の動画でも、名古屋に行っておりまして、花火さん食べてきたんですけど、今回はねこの名古屋の、二郎系ということで、エボスさんにお邪魔しに参りました。今回いただくのはね、まあもちろん二郎系のラーメンではあるんですが、名古屋ということでレギュラーメニューにもあるらしいんですけれども、台湾ラーメンを、すり鉢でねいただこうと思っております。でこう見ての通りね、今、営業時間外ではあるのでお客様いらっしゃらない分、ちょっとね食べながら喋るとは思うんですが、早速ねお店に突入したいと思います。はい、ということでラーメンエボシさん店内に入ってまいりました。こちらが券売機となっておりまして、メニューの方にはラーメンや混ぜそばをはじめとしてテイクアウトメニューなんかもこの時期には販売をしております。券売機上には詳しく量も書いてありますので、こちらの表を参考にして希望の量に調節して注文してみてください。またメニューの無料トッピングについては、ニンニク、野菜、油、辛め、生姜の5種類となっております。はい、ということで、例えばねもう店内の方に入っておりまして、メニューもね到着しているんですが、こちらが、新作の台湾ラーメンでございます。今回は麺の方が茹で前で 1.5kg、約ね並盛りの5倍の量となっております。まあ、通常使ってるねスープに麺屋花火さんの方で使っているこのね台湾ミンチね、これがコラボした最強のね名古屋ラーメンでございます。すいません、それでは早速いただきます。それではいただきます。お願いします。めちゃめちゃうまい。二郎のねこの豚の感じしっかりとねスープに残ってるんですけど、台湾ミンチの、ね、油が効いてるんで、うん、豚の濃厚な甘みもあるんだけど、このねピリッとした辛み、これがねアクセントに超いい。この味付け油に絡まった野菜ね、やばいよね。茹で加減めっちゃ好きだわ。麺までめっちゃ遠いですね。すごい。チャーシューと、うわ、うわ、マジで持ってないぐらいチャーシューが柔らかい。そろそろ麺の方、うわ、いや、じゃあ早速この麺を、あ、うまい。わ、麺うまい。このエボシさんね、まあ、本店と鶴舞店さんどちらもね同じこの自家製麺を使用しているらしいんですけれども、ゴワゴワワシワシタイプではなくて、加水もしっかりやってプルッと、まあ、コシがあるような麺なんで、これがね、まあ、このスープをしっかり吸うんですよね。ラーメンとしてねこうかなり麺とスープが一体になるんで、これがねたまんないね、うまい。間違いなく、まあ、都内とかね関東じゃ食えない、名古屋もできた甲斐がありました。よかった、うまい。
でもやっぱりね、この二郎系の醤油の返しと台湾ミンチが合うとね、どっちも味が濃いめなのでしょっぱいのかなと思ってたんですけど、台湾ミンチ自体も油があったりとか、後掛けのね、この味付け油っていうのも入ってるんで、結構ね、油分が多くて、逆にこれぐらい濃くないとパンチが良くなるぐらいだと思う。バランスがね、すごくいいです。なんかだんだんこう焼肉が混ざってくると、うまい焼肉屋で食うラーメンみたいなの、やっぱお肉の旨味が強いので、また二郎系とかとはやっぱ別の、やっぱり台湾ラーメンなんだなっていう旨味が出てきますね、やっぱラーメンと同じようで、あの無料コールね、あるみたいで、ニンニク、野菜、油、辛味、生姜と、まあ、これね、お好みでね、ぜひあの注文する際にはコールしてみてください。こちらの台湾ラーメンもね、こう締めにあのご飯が注文できるんで、まあ、最初からね、辛めでコールして、少し濃いめに作っていただいてから、こう締めにね、ご飯入れても、それはそれで合うと思う。でもやっぱりこう塩分が濃いんじゃなくて、旨味が強いんで食べやすいですね、はい、ちゃんとスタミナ系の味付けになってるんですけど、全然あの濃いなとか、なんかあの飽きっていうんですかね、そういうのが全く来なさそうなメニューですね。嬉しい。普通の二郎系よりも乳化させてるんですよ、スープ。はいはいはい。で、醤油カロを乳化したまろやかにしていって、うん、そう、最後までこう飽きが来ないような感じ、工夫はしてるんですよね。濃度は高いんですけど、粘度高くないんですよ ね、 すね、あのドロドロっていう感じがないので、はいはい、やっぱりそこも食べやすい要因の一つなのかなと思うんですけど、本当にラーメン屋さんみたいな僕ら何も言うことないじゃないですか。やっぱりもう提供されてからね、まあ飲食時間も僕ら長いので時間は経ってるんですけど、全然ねスープに麺が溶けてないんですよ。表面がずっとねつるっとした状態を維持できてるんで、普通の方のね食べる時間だったらこう全くね伸びたりとかスープに溶けることなく、こう最後までねしっかり美味しい一杯食べれると思います。それ鷹の爪ですね、もっと辛くするために。これももう本当に唐辛子のみに、そうです、一本まま種ごと粉砕してあるんです。あ、一番辛くできていたやつ。そうですね、香ばしくて、かけると全然違いますね。そうなんですよ、うまい。残る辛さではなくて、入れた瞬間に香ばしさもこう相まって、こう爽やかな、ね、辛みが突き抜けますね。どっちかっていうと、あのフライドオニオンとかに近いような香ばしさもあるんで、もちろんね辛いは辛いです、めっちゃ辛い。あの一味の感覚で入れたら多分めっちゃ辛くなると思うけど、少量入れてやるにはちょうどいい辛さだと思うし、香りとかもすごくいいです。ぜひね、あの皆さんお試しください。これうまい、これめっちゃうまいですね。いや、すげえな、やっぱ。でもめっちゃうまいわ、これ。天地返しをするたびにね、提供時の麺量とね、変わらないぐらいに増える感じがする。ちょっと時間が経ったぐらいの、あの麺のその吸った感じの麺っていうか、スープを、これもまたうまいですね。そうなんです、うん、もちっとしたのがうまいですね。これもうまい。
僕のね動画とかよく見てくださっていう人はこのスープ見ればわかると思うんですけど、全然小麦が溶けてないんですよ。やっぱり時間が経ってね溶けてしまうとそのスープのバランスとかねいろいろ変わりやすいので、やっぱり僕も二郎系ってねできれば10分以内に食べた方が一番いいと思ってるんですけど、この麺であればね、まあ、ゆっくり食べて、まあ、女性の方とかでも最後までねしっかり美味しくいただけると思います。でもなんだかんだもうね多分倍ぐらいの量になってきました。こちらが最後の一口でございます。ごちそうさまでした。はい、ということで、ただいまね、こちらの台湾ラーメン、完食いたしました。いや、本当ね、動画の最初でもお話ししたように、店舗しかり、まあ、スープしかり、麺しかりね、本当に二郎系が好きな人から、行ったことないよとか、苦手だよって方からね、もう全員楽しめるような本当に素晴らしいお店でした。まあ、二郎の他にもねこういった台湾ラーメンとか台湾まぜそばももちろんではございますが、今の時期にはねテイクアウトメニューなんかも販売しておりますので、お近くの方は、ラーメンエボシさん、こちらね本店の方とこの鶴舞の方と2店舗ございますので、ぜひねお立ち寄りしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いします。じゃあね、お腹いっぱい。